テスト勉強に使える文房具はこれです。オレンズネロ、自動芯出し機構だからノックする手間が省けるから勉強がめっちゃ進む。ネロ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 ノリアチ、ステッドラー92515、スピード命、軽くて超書きやすいのでテストで使うとペンがめっちゃ進む。気づいたら問題解き終わってた。ペンテル PG5、 軽いし書きやすい。もう紙、赤透明の下敷き。学校のワークの答えとかが赤色で表記されていることが多いから暗記系科目の定番。ドクターグリップ、安いし疲れない。文房具好きの定番。テレビとリモコンとソファ、勉強はやっぱりリラックスしないと集中できん。する気ないやん。前に入試だったけどその時に S20 使いました。意外と取り回しやすくていい感じに軽いからおすすめです。スマッシュでスマッシュしてスマッシュになる。無難に修正テープ、ボールペン結構使うから消したい時に使う。計算機、とりあえず1000円以上するシャーペン買っとけばシャーペンを使うために勉強のやる気が出る。消しゴム白色、カバーの下にマイネームで。おっと、誰か来たよ。こいつです。クルトガアドバンス、芯が自動で尖り続けてくれるから字が綺麗になる。字が綺麗に書けてるとはかどるの分かる。これはもう確定で暗記パンやろ。ドラえもんまだ？ロットリング500、軽くて使いやすい。クリップを大きめ、教科書とか参考書に挟むと閉じないから生産性上がる。教科書バタンってなるのマジだるいよな。